はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。岡田様、ご支援ありがとうございました。ちょっと換気扇の音がうるさいんですけれども、コーヒー豆いったらですね、部屋の中煙でもんもんになっておりまして、やむえず回しております。こんな感じで見えますでしょうか、コーヒー豆。見えにくいとは思いますけれども、元はこんなので買っていくんですけれども、フライパンで弱火でじっくりじっくり炒めるじゃなくて煎るとですね、こんな感じになって、あとはこれを砕いてですね、コーヒー豆レギュラーコーヒーにする、いう感じであります。昨日富士見野駅で安倍敏文支部長と政治活動してまいりました。たまたま来日中で、たまたま富士見野駅に降り立ったロス在住の女性がいらしてですね、まあ日本人なんですけれども、毎日見てるよ、だから初めて会った気がしないとお声掛けいただきました。なんたる偶然、すごい偶然だな。感心いたしました。知名度まだまだなので、まあ、地道に頑張ります。富士見野駅か。日曜はあれだな、人あんまりいないんですね。朝夕は通勤ですっごいらしいんですけど、したら夕方仕事帰りにちょっと経つかな、安倍が言っておりましたけれども、まあまあ頑張ってもらいたいと思います。10月2日 NHK スクランブル解体デモ来てね。メール党員さん大募集であります。地区支部長、大募集であります。いずれも動画説明欄もっと見るをクリックして、ご覧になってください。日本は超個体である、Amazon 発売中、紙の本も直にできるそうなんで、そちらの方もよろしくお願いいたします。台風で九州がえらいことになってますけれども、増水した川や堤防を見に行ってですね、もしくは田んぼを見に行くと言ってですね、亡くなるのは男だけ、こう言って亡くなった女性、いない、男はですね、群れのために危険を偵察したくなる本能、スカウティングっていうらしいんですけど、っていうのがあるそうでね、特にですね、初老男性がその本能が強いらしいです。危険を見に行きたい、偵察したい、群れのために、まあ命を群れのためにと割り切るんでしょうけど、まあこれぞ超個体だわな。組織の自分が属する社会集団の、まあ、歯車というかですね、部品となっておるのだなという、感心しちゃいますね。まあまあ初老男性の命は、女性に比べたら安いですけどね。どのぐらい安いかというと 5% は確実に安い。なぜかというとですね、自然な状態で放っておくと男の方が 5% ほど多く生まれてくるらしいであります。これはオス精子とメス精子の数、オス精子の方が多く生産される、なぜか、というのに基づいているらしいんですけれども、まあまあ平和で病気もそんななければどこの国家でも男の方がじわじわじわと数が多くなってくる。まあ戦争やあるいは他の集団との争いで男は組織のために集団のために、命を張るっていうのが、まあ、昔からの役割でして、そのためにちょっとだけ多く生まれるようになってんだろうなって思ったりまして、安倍が最後の戦い、連日出動の皆さん、過労で免疫低下を期待します。9月17日銀座ででもやったようで、18時頃すき家橋交差点の様子がこちら。どっかにですね、この中に若い女子限定の貧困調査員の前川喜平もいたようなんですけれども、写真では確認できませんでした。後ろ向いてるやつがそうかななんていうコメントありましたけれども、元芝木隊幹部で政教に勤務していることになっているノッチこと石野、まあレギュラーですね。お前こういうのに必ず顔出してるけどいつ仕事してんだっていう話ですね。国葬やめろ訴訟原告団代表の
田中正道、軽トラ運転しておりました。支援車両ということで、この人はあの殺人罪で服役したこともある、レギュラー化している黒人参加者、こいつもレギュラー、日当いくらもらってんだろう、外国人の政治活動は禁止だぞ、まあ、あの聞かせて日本人になってるのかもしれないですけれども、外国人の政治活動は禁止だがんな、つうかあのデモ参加者全員が外国人かもしんないな、こいつだってこいつだって怪しいよな、なんていうですね、疑いがい疑惑は深まった、ということで、9月16日、泉健太立憲代表記者会見、ネクスト内閣に、まあまあ、あの立憲が勝手に設定してる次の、総理大臣は泉健太とか勝手に名乗ってる内閣ごっこのことなんですけれども、防衛大臣ポストが存在しなかった、現場光一郎が外務大臣と安全保障大臣っていうのを兼務して、それで防衛大臣の代わりとしていることについて、聞かれてですね、政権与党になった時に兼務を常態化させるのはあまり考えられない、つまりあの、ないよね、そうだよねっていうことね、名称の話で何か中身を変えることを想定しているわけではない、何言ってるかさっぱりわかんないんですけど、名前だけです、中身変わってません、言い訳してんだな、ネットの話、そういうとこやぞ、防衛省あるのにバカなのか、防衛省解体する気だろ、内閣支持率下がったのに今こそチャンスをピンチにチャンスをピンチに変えよう、そりゃ日本を守りたくないんだから相変わらず勝つ気ないだろ、選挙に勝つ気ないだろ、防衛する気ない宣言ですね、まあ実際に政権与党になった時にって言ってますけど、ない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 、私らが生きてるうちは決してないですね、民主党のことをあの成人しててね、あの民主党のことを覚えてて、っていう人はあのないですよ、そういう人が許さないですよね、泉もそれが分かってっから、まあ、適当なこと言ってんでしょうね、適当な内閣ごっこやってんでしょうね、記者に突っ込まれたら即ですね、名称の話で変えることを想定してるわけない、言い訳してるし、まあ超適当ですよ、で防衛大臣を設置しないのはですね、支持団体の自治労、日経総、郵便労組、通信労連、民放労連などの外観誘致主義者どもに対してのアピールじゃないか、自分ら防衛する気はありませんからご安心よってことですね、ちゃんとプロレタリア独裁目指してますっていうアピールもあっかもしれないですね、プロレタリア独裁っていうのはですね、官僚軍警察機構を全廃し三権全てを労働者党が握るっていう、ものですね、まあ、権力全部あの党が掌握する、中国共産党もこれやってますよね、人民軍ってあの中国っていう国家の軍じゃないんですよ、中国共産党の軍、中国共産党所有の軍ってあって国家の軍ではありません、レーニンが1918年に書いたですね、国家と革命で発表してですね、まあマルクスもちょっと触れたんですけれども、その後も大々的に唱えた概念、プロレタリア独裁、聞いたことある人も多いかと思いますけれども、まあ、軍を廃止するなら防衛大臣も廃止、立憲が想定する閣議に、防衛大臣がいないっていうのは、まあ、そういうことなんでしょうね、官僚も軍も警察も廃止します、立憲党が全権力握って代行します、自治労日経総は言うに及ばず、未だに後者で完全民営化できてないですね、郵便、かつては電電公社、国際電電だった通信労連、まあ NTT とかドコモですね、KDD もか、総務省の天下り先として今でも新規参入を許さず、手厚く守られてる民放労連と、まああの官だった頃が忘れられないとこが、完全に民営民業、民間じゃ全然なかったとこ、今でも親方日の丸が忘れられないってとこが立憲を応援してんだなって分かりますよね、早々にですねあの立憲見限った電力電気労連電力労連自動車業界など、全く違う理屈で動いてる外観誘致主義者たち、プロレタリア独裁目指す連中が自治労日経総郵便通信、
放送と。中でも害悪なのは、NHK と民放ローレンが立憲を全力でかばうことですね。泉のこの適当発言もテレビじゃやらないんでしょ、どうせ。テレビ持ってないから確認しようがないですけれども、子孫のために今生きてるおっさんが頑張って、こいつら潰しましょうね。立憲潰す、自治労潰す、日教組潰す、まあどれでもいいですけどね。一番優先すべきは放送ローレン、テレビ業界だと思います。9月17日共産党結党100年記念公演で C 和夫、なんか党本部でやったらしいんですけど、革命とは恐ろしいことでも困難でもない、恐ろしくないんだって。革命は、民主集中制を堅持する、これはですね、独裁になりやすいっていう批判が多かった民主集中制、もちろん共産党が作った言葉なんですけども、独裁になるだろう、そんなことやってたらっていうもので、まあ上の命令は下が従うみたいな、そういうようなこと、民主集中制はつまりプロレタリア独裁のことですね。理想の共産主義実現のため、中核や核丸などの分派を認めず、共産党のみが全権を、全ての権力を握るっちゅうへりくつが民主集中制であります。ネットの話、お前らの革命は恐ろしいんだよ、詐欺師みたいなこと言うな、革命は恐ろしいよ、血流れない革命なんかない、いつまで学生運動やってんだよ、国民は革命なんて望んでないぞ、まず党首を変える革命を試したら、共産党への革命は許さんというダブスタども、革命がしたいのであって国をどう良くするかなんて興味ないだけ、革命は恐ろしいことではないなんてC和夫を言ってますけれども、もちろん嘘です。この人嘘のプロですからね。レーニン国家と革命、平等に富を分配するためには富の集約が絶対に必要だ、富の集約は流血不可避だ、故に暴力装置は不可欠であると。共産党とテレビはこれ絶対言わないよね。なんかね、今すぐにでも平等に分配されるパラダイスみたいな国がすぐ実現できるようなこと言って騙してますけど、その前にあるんだよ、富を集約するって作業が。共産党が3権握ったら、今中国共産党がですね、ウイグルチベットでやってるようなことが起きますね。財産資産全部ちょうだい、党のために肝臓ちょうだい、嫁も子供も労働力として差し出す、こういうこと必要なんですよ、平等な富の分配のためには。逆らえば、まあ共産党の暴力装置に殺されるってだけでね。豊島君以外でこれ言ったら懲罰委員会かけられましたけど、よっぽど都合悪いんだな。共産党では独裁のことを民主集中制って呼んでんだな。どこも民主で、ね、もう何でもないのに、北朝鮮が民主主義でも共和国でもないのに民主主義共和国って名乗ってるようなもんでしょうかね。北朝鮮人民民主主義共和国って名乗ってますけど、民主主義でも共和国でも何でもねえべ。あそこには金っていう王様がいて、すなわち共和国ではないですよね。革命目指すこいつらとこいつらの支援者どもはですね、50年以上も勇者パーティーやってんじゃねえかなって最近思い当たりました。なるほど、これ魔王が存在なんですよ、勇者には。何かを打ち倒そうって言ってんでしょこいつら。絶対悪の魔王なんかどこにもいないんですけどね。ロシア革命の時はニコライ2世が魔王にされました。フランス革命の時はルイ16世とアントワネットが魔王にされましたよね。そういう設定でね、革命に必要な魔王を渇望していたこいつらですね、ちょっと当たりのきつい安倍総理の出現に歓喜したことでしょう。だって勇者には魔王が必要なんだもん。世紀末の北斗の拳の世界では悪いやつがいっぱいいたから、ケンシロウも北斗神拳を震えたわけで、世の中でね、みんないい人で和気あいあいと暮らしたら、ケンシロウだってね、北斗神拳使って畑耕すぐらいしか願ったんですよね。
つまり勇者には魔王が必要だってこと。で、自分ら勇者気取りで何かを打ち倒して権力を得たい、世の中良くしたいって勘違いしてる連中にとっては魔王がいない、世の中は受け入れがたい。で、ちょっと当たりがきついね、三号大切に、言っちゃう安倍総理、出現してすごい喜んだんじゃないかな。歓喜しすぎて亡くなった後も連日安倍が活動で総理称えてますよね。亡くなった後も安倍総理を称える安倍側を連日やって過労で免疫低下すればいいのにね。安倍総理は全然魔王じゃないですよね。魔王を必要とする勇者パーティーは誰かを魔王に仕立て上げる必要があっただけで、安倍総理は全然魔王じゃありません。安倍総理が魔王だったらですね、今頃共産主義は禁止されて今みたいに好き放題安倍側でもなんかできないっしょ。9条は閣議決定で当面の間効力停止でってなってるし、不法滞在は即強制送還できるようになってるし、通名は廃止、 NHK は解体だし、そもそも生活保護も廃止されてんじゃない。外国人生活保護は禁止、どこの話じゃない、生活保護そのものが廃止。革命が起きたフランスもロシアも生活保護そのものがなかったですもんね。ベンサム、生活保護は無敵の人を増やさないための国家の防衛手段って言っております。つまりですね、何もかも失って、あとは野となれ山となれじゃないですけど、無敵の人、つまりジョーカーがですね、ある一定の数増えると国家は転覆する。ベンさんも言っております。そうならないように生活保護を与えていたわってるじゃん、国民を、日本政府は。じゃあ魔王じゃねえじゃん。でも共産主義者、共産党は魔王が必要なんですよね。魔王を打ち倒して、魔王を俺たちが打ち倒したぞ、だから俺たちが権力を握るってやりたいわけなんでね。50年以上も勇者ごっこやってなんて幼稚な連中なん、思いますけれども、本当のこと言うとむぐれっかんね、あいつら。つまりですね、安倍がデモは安倍総理を称えるデモである。勇者ごっこしてる連中にとって魔王であると、そういうふうに崇め奉られているのであるって私は思いますけれども、皆様どうお思いでしょうか。というわけで10月2日デモやります。ご参加ください、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。